日経平均株価は好調な企業業績や円安などを受けて取引開始直後から200円余り値上がりし、節目の3万円を突破しました。3万円台は2021年9月以来1年8ヶ月ぶりで、株価が高騰したバブル期以来およそ32年ぶりの水準です。今回の株価の上昇、県内経済にはどのような影響を及ぼすのでしょうか。専門家は、今の時点で昨日今日の株価上昇が静岡県の経済に直結するものがあるかというと、まだないというところが実情だと思います。今の静岡県の経済の足元を見たときにどうなのかっていうふうに考えると、企業はですね、業績はいいというふうに一般的には言われていますけれども、原材料高ですとかエネルギー高、あるいは人件費の上昇といったですね、収益の悪化要因がですね、非常にまだたくさんある。家計もですね、賃金が上がっているっていう声は聞こえてはくるんですけれども、まだ世の中で買う物価ですね、物価がまだ高くて、その物価高に賃金の上昇が追いついていない。企業も家計も経済の好循環がですね、生まれるようになってくるとですね、株価の上昇イコール県内経済が上昇というですね、ストーリーが出てくるのかなというふうに思います。株価の3万円台への回復に街の人は、はい、日経平均株価が3万円、はい、ご存知でしたか。現場感からすると、賃金が上がったりとかではありますけど、ドラスティックに変わったかというと、そこまではまだ追いついてないかなというのが自分の印象です。景気の回復感じないですね。何にしてもみんな高くなってるじゃないですか。もう野菜から何かで見え高いですよね。毎日の生活の感じはあんまり実感がないですね。他も上がってきてますしね。給料も若干上がったんですけども、もうちょっとお金が世の中に回ればいいかなとは思ってるんですけども。